さあ皆さんこんにちは、ノッツォでございます。ということで今回もドラゴンボールサプレイカーズやっていきたいと思います。今回もねスキルを使ったやつでやっていきたいなと思います。まああんまり普段使わないスキルをね使っていこうっていう感じでございます。まあ結構メジャーなねスキルなんですけども、今回使っていくのが、こちらアクティブスキルで、サイヤ人ポットリモコン、パッシブスキルで救難信号と、いうことでこの2つを使っていこうかなというふうに思います。はい、今環境ね、だいたいレーダーがレベル4になる間に倒されるっていう確率は多くて、まああのタイムマシン起動だったりレーダーそのものが倒すっていうのが、まあ10回中6回ぐらいはまあなんかそんな状況な感じがします。そのうち4回がまあレーダーがこう圧倒して勝つみたいなね試合もあるんですけども、たまにねやっぱタイムマシンをこう、スーパータイムマシン壊されてタイムマシンが降りてきて逃げるって言った時に人数が多ければまあ1人2人まあ全員逃げることも可能なんですけども、やっぱ1人残った場合にですね、この救難信号が役に立ってくれると。壊してすぐに、まあ、タイムマシン、の、ピコピコピコをね、すればね、結構早めに逃げられると。それこそエリア破壊とかしてくれたらすげえラッキーというね、そんな感じで、もう、すって、まあ、タイムマシン呼べて、すっと逃げれるっていうね、優れものでございますと。まあ、サイヤ人ポットリモコンはですね、救難信号でこう結構ね、急な信号があるとはいえ、近いとこまで来られてたら、やっぱね、タイムマシンが壊される確率が高いので、こう引きつけて、事前に用意しといて、サイヤ人ポットリモコンで逃げて、違うところに降り立つとか、はたまた、レイダーがどっか行ったら、またその同じ場所に戻って、急な信号を使ってタイムマシン呼ぶみたいなね。まあ、とにかく実戦でやっていこうかなというふうに思います。そんなにうまく決まるかわかんないけど、僕のやりたいことをね、できるかわかんないんだけど、やっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。さあ、ということでやっていきましょう。グリーンコートで相手はフリーザということでやっていきましょう。なんかね、裏の方でやってると、ベジータが結構少なかったりするんだよね。やっぱベジータって、ナッパとかベジータになるのが遅かったら、だからタイムマシーン呼ばれてベジータになったとてね、サバイバーにボコボコにやられんのよね。だから、そういうのがあって、やっぱ、なんだろう、元に戻ったのかな。なんかセルがなんかなんだ、総合的に強いってことになってんのかな。でもフリーザーはそんななんか変わんない感じするよね。フリーザーはさ、なんかもういろんな手段でこう変身できるじゃん。ダメージ食らっても、ドラゴンボール呼ばれてもみたいな。しかも、多分そのフィニッシュ決めるのも早いと思うよね。他に比べて。やばい、ここは多分壊されないから、一旦、こうやって後ろに向きながら、お姉さんの声どっかでしたんだよな。ちなみにこれはスカウター、これ。見られたらやばいぞ。サイヤ人ポットはね、結構時間かかんのよね、呼んだ後に。そう、ベータ版でね、使ってたことがあるんですよ。それこそ、マイスキルにしてたんですけど、ベータ版の時ね、なんか90秒だった気がするんだよね、クールタイムが。しかも、こう出した時に降りてくるのが、早かったように感じる。まあ、体感だけど。体感に過ぎないんだけどさ。いや、これちょっと一旦動くのやめよう。ここに張り付いといてもいいかもしんない。下手に動いて、あれするよりは、いいかもしんない。よし。OK。どっか行ったね。あぶね。初回からフリーザがこっちに来るんだから。見られたんかなと思ったけど、そんなことなかったね。まあ、遠く行ったってことは、別にあれなんじゃな。単純に D のここに人がいるかなと思って来ただけなんだ。だから俺の方を向けて撃ってきたからさ、まあ、ちらっともしかして見えたのかもしれないけど、実はずっと止まっていましたよというね。そういう話でございますと。あ、マリオが死んでるわ。まあ、マリオが死ぬのはいいんだけどさ。マジで、ナメック星人の子供だけは廃止してほしい。フリーザ。あまりにもは、きつすぎる。親父とか女とか、マリオとか、もういくらでもやれるけど、子供だけはやれないわ。もう、運転上手の、
ジャンプ力と速度、そしてスプリントはもう外せないスキルになってるんで、だからあと1枠をまあいろいろと試してますね。基本はこの自動バリア回復してるけど、今回ないんでこれは持っていきましょうか。あったらこれ持っていかないんだけどさ、自動で回復するから。気づけばちょっとあのフリーザーもかわいそうな感じになってるって感じかな。女が死んでる。女が。これドリンク買えるかな、さすがに。よし、ドリンクだけ買っといて。これ D 壊されたら C でっていう感じになるけど、まあドラゴンボール奪いやすくなるからさ、要は C でとどまってくれたら、みんなで一斉にかかれば大丈夫。ドラゴンボールのもう醜い争いはほんまにいくつになっても終わらんよね。だいたい若いサバイバーというかね、ガキンチョなんよね。ドラゴンボール欲しがんのは。ドラゴンボール欲しがんのはみんなガキンチョよ。と俺は思ってるけど、どうなんだろう。大きい子供もいるかもしんないけどさ。それもまあガキンチョってカウントしときましょう。これ雪を歩く音ほんとリアルでいいよね。あー、まあ一応ロケなんのが、誰か。子供の声すんな。上かな？どこだろう？ちょっと待って。あ、そこにいたわ。よかったよかった。この辺からなんかフリーザ出てきたから、やられてなくてよかったな。ありがとう。しかもドラゴンボール持ってるわ。オッケーオッケー。ドラゴンボールは1、2、3、4、5。あ？あ、上に起動機、いや、ある。しかも3になった。あ、上、あ、これ飛んでんの、これあれか、フリーザか。いや、ドラゴンボール持ってないのか。ちょ、ここに置いとこう。俺が持ってくのは危ないんで。ドラゴンボールは基本俺は持たないようにしてんだよな。ここにどっかに。あいつドラゴンボール持ってたような気がすんな。しゃあないか。あ、これだこれだ、これ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 。今のフリーザはあれできないんで。いやー、宇宙船ポット使おうかな。クールタイム145秒なんだよね。ベータ版90秒ぐらいだったけど、90秒だったかも、正直、合ってるかわかんないけど、あいつは、助けつつ、向こうに行ってくれてるからいいのかな。これ D か。うわー、まず生き返らしてやるか。見えてない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 。あとはあれか、フリーザが持ってんだな1個。フリーザさから奪えればまあ十分です。あんた逃げな。これさ、宇宙船ポットってさ、俺が呼んだやつって他のサバイバーがさ乗れるのかな。わかんねえ、それがわかんねえんだよ。さあ、呼ぶ。フリーザこっちに来ようもんなら、俺が、ロケランで。だいたいさ、生き返るやつって、死にがちなんだよ。さあ、ドラゴンボール落ちた。あ、くそ。落ちて、近くにいるってことがバレてる可能性大。戦おう、了解。戦うしかねえな。戦うしかねえんよこれ。いそ。俺は戦いたくねえのに。ドラゴンボールを回収してくれ。その間に俺たちは戦う。いい。ナイス。ドラゴンボール持ってたやつがあれか。あれしてたのか。少しでもダメージ与えときたいよな。さあ、こうして
で、ドリンク飲む。あ、俺はもう最低限やったから一旦逃げる。ナイス、超ナイス。あ、なるほど、俺たちが戦ってる間に設置してくれてたんだ。それナイス判断だわ、マジで。しかもこれ変身してる間の時間、これ起動できるんで、超ナイス、マジナイス、超ナイス、マジナイス。ちょ、ドリンク置いてあるから、あ、もらっていいこれ。ごめん、お前にあげる。お前やばいやろ。あれもないしな。いや、飲むか。ドドリアとザーボもね、実は全然効かないんですよっていう。そんなことはない。超後ろから回り込んで、オッケー。民間人いなくなりましたよっと。オッケー。こうやって捕まえとけばレベル4が打ちやすいから、オッケー、オッケー、オッケー。でバリア張って逃げる。オッケー、十分十分。最悪宇宙船ポット呼んで、あれだ、あいつのとこに行けばいいから、それよりも回復バリア装置が欲しいところ。救難信号は実に、あのね、お気づきの方もいらっしゃると思いますけども、タイムマシンが降りてこないと、とんでもなく使えない、スキルとなっておりますので、本当に。一人になった時に安心するっていうだけなんだよね。あ、この間にバリアが巻いて、降りてきた瞬間に乗って乗りたかったのに。ただ降りてきただけだった。今回何もその、なんだろう、俺が使いたいスキル使ってない、ただブレイカーズやっただけっていう。違うんや、違うんや。本当はね、本当はなんかこうタイムマシンを爆発破壊行動してるときに乗って、この近くでこう降り立つとレーダーが吹き飛んで変身してみたいな、なんか華麗に決めたかったし、その当初言ってたさ、救難信号というか引きつけて違うところのタイムマシン呼んでみたいな、そういうこともやりたかったんだけど、そんなことなかったね。普通に勝ったわ。普通に勝ちました。さあ、ということで、ステージはウォーターフロント、敵はベジータ、しかも銀ベジータだったので、まあ、おそらく強い方なんでしょうね。いやー、ベジータ何が嫌かっつったら、やっぱり、レベル1のね、栽培マンが本当に怖いんですよね。超怖いのよ。栽培マンが出てきたおかげでもビクビクしないといけないわな、ベジータ戦は。他のレーダーのがなんか、心に優しいわ、まだね。ドキドキ感は。一応グローブも撃退用になるんで、ちなみにあの妖怪機だったかな、スキルの方のあれ食らうとね、動けなくなっちゃうんで、それだけ要注意だね、マジ。その間にレベル1だろうがレベル2だろうがあれ食らって捕まれたらもうおしまいだからね、タイバイマーもね。バリア装置が近いとこにある。とにもかくにも、まずは、あれしないと。チェンジパワー、貯めて1にしないとね。さあ、頑張っていきましょう。最悪、ポット呼んでって感じもできるけど、ポット呼んでる間に接近してきてね、多分無理なんだよな。うわぁ、ドリンクか。最強ドリンク。こうなったら逆に優し、安心だわな、まだな。心的には。優しいんですよ。ナッパはね、強いけど。この段階ナッパにやられるのはちょっと嫌だけどね。さあ、グローブばっか出てくる。もうベジータだからっつって、もう、優遇しなくていいよ。グローブとかもそんな、使う時もあるかもしんないけど、そんなね、使わないからさ。ダメージを与えるっていう部分では、まあ、なんか、使えないこともないかもしれないけど、なんか俺、あれだな、奇妙なところにいる民間人助けんな。
私は洞窟ばっかとかね、だったのに、関わらず、あチェンジパワーあげりゃよかった、この人に。ちょ、さっきと同じ状況じゃねえ、これね。起動キーレーダー。起動キーレーダー。また D 見つけっか。D 見つけるか。どうするか。あの人も死にそう。ドラゴンボール。あ、ちゃんと逃げられたんだ。あ、谷あるな。どこだどこだどこだ。ここか、この下か。あ、ビンゴビンゴビンゴ。オッケー。普通にユナイトやってる。ユナイトじゃない。ユナイトじゃない。それはポケモンユナイト。最近ずっとポケモンユナイトやってたんでね。間違えたわ。いったん。つか。ドラゴンボール持ってるわけじゃないから。気づいてんのか。いや、気づいてないな。いや、スカウター持ってた可能性があるのか。一応これ、ロケラに変えとかないと。いや、バリア張って、バイクで逃げる。それもできる。瞬間移動だったら、まあね、これでいけるんだろうけども。うわー、ドラゴンボールレーダーって、あればな。痛い痛い。 やべやべ。バイクのテク。回復バリア装置がどっかにあったような気がするんだよな。この状況はマジまずい。ドラゴンボールも揃ってるやん。ちょっと待って、変身してってからのが良かったかな。ダメージ食らう前にバリア張って逃げた方が賢明だったような気がする。でもあのナッパ俺を必要に、多分俺がいること分かってたんだと思う。だから必要に狙ってきたんだけど、でも、でもあれだったね。結構ドラゴンボールが集まる状況下にあったみたい。いやー、こんな、よく見つけるね。なんかどうでもいい時によく見つけんだけどな、あのバリア、回復装置。ここに眠ってねえかな。クソ呼ぶの早いよな、マジで。おっかね。あ、助けに行くか？おい。大変なことになってねえか、これ。呼ばれみたいな。レーダーにこれ勝ち込みかけられてんじゃねえか、これ。よし、行くか。行くぞ。奇襲。やべえよ、これは戦いたくねえのに。よしナイス。誰か呼べ。俺が呼ぶか。しゃあなし。いやー、俺でもね、シェンロン呼んでからの戦いマジ下手くそだからね。もっと強くなりたい。あぶねえ。見つける。あべ、これ一発与えたら強いでしょ。ちょっとこいつらのお手並みを拝見させてもらおう。ちょっと頼む、誰かです。おい、やばい。うわ死んだ。おい、もうほんまに
みんな呼ばれるし。まあでも、奪われるよりはマシか、でも。オッケーオッケー。みんなチェンジできなかったんだな。まあでもこの状況はそんなに悪くはないと思うんだけど、補給物資も来たしね。ベジータがなったのが結構後だから、いやー、まあでも奇襲できたからよかったわ。俺の思ってた奇襲とは違ったけどね。俺の思ってた奇襲とは違ったけど、まあなんかうまいこと言ったね。オッケーオッケー。もう俺はもうでもシェンロン様に慣れて満足だ。さあということでグリーンコートやっていきたいと思います。グリーンコートで相手はベジータということでございますね。いやーちょっと悔しかったね。いやもうちょっとこのダメージを与えるっていうよりも先にちょっと逃げといてっていう行動に出た方が良かったかもしんないなって思ってるんですよね。でちなみに国王がね、一人いますよと。そしてウーロンが、俺合わせて3人と。先生よろしくお願いします。バリア張って、バリア張って、バリア張って逃げる。オッケー、危ねえ。とりあえず、ここまで逃げてこりゃなんとかなるっしょ。変身できないのはまずいんで、人もいたと思うんだけど助けられなかったわ。すぐさま来たな、ちょっと怖かった。ああいう風に逃げられたらバッチグーでしょう。どこだ、女の声がするぜ。この上かな。でもさっきちょっとあんな感じにポッと決めたかったんよね。まあドラゴンボールを起動させるっていう段取りは俺の中ではなかったけど、いらんタスクだったわ。あれは余分なタスク。ありがとう。まさか狙われるとはね。味方が倒れているぞ。あーまあまあまあしゃあなし。誰もがバリア装置を持ってるわけ、バリアでバリアフィールドを持ってるわけじゃないからね。とっさの行動でちょっとあれだったのかもしんないな。助けてくれっつってる。あのね、静かに待ってた方がみんな助けに来ると思うよ。仕方ないのは分かってっからさ。あんまりうるせえと、みんな助ける気なくなるからね。そのことを理解した方がいいわ。味方が倒れているぞ。おい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 、次から次へと。何やっとんじゃい。場所を知られてるわけだからさ、ちょっともう少しちょっと後に助けに行くとかさ、すりゃいいのに。これは厳しくなったな。女の声はするんだが、さあロケ弾はスーパーロケットランチャーに変えた方がヨロピーな。いや俺ポットはあるんだけどさ、どうせ栽培今埋められてっからさ、助けに行ったとてなんよね。これは救難信号が役に立つ現場かもしれない。あ、L、助けてください。さあ女助けようか。C 設置した時にはもうあれか。あーてか C を頑張って設置してって死んだのかもしかして。そっか、それはでも勇敢な行為だけどな。自分の命と引き換えに C をさ設置したってことやろ。てめえなんかがこのナット様にかなうわけがないんだ。うわ、ベジータなってもうだ。くっ、 A が来た、 A が来た。あの獣しか残ってないんだ。獣しか、人がいねえんだけど、獣しかいない件について。なんであいつ
行ったんだ、ブタさん。なんでブタさん行っちゃったの。これ、これこれこれ。バリアソーちゃんぞ。死に土産に見せてやろう。超エリート。ブタさんでも助かったんだ。圧倒的パワー。まあでも生きてて方がなんだろう、ダメージ与えてベジータがこうゴーザルになる可能性が高まるからだよね。つまりは、つまりはそういうこと。わわわわわわ、大人数でいる。これはまあこの段階だと逃げるほかないか。一応探すは探すけど、いやー、まあ、正直もうこれ誰も助けに行かないよね。3人目死んだらあれすんもんね。あー、うわー、ウーロンがウーロンたちがなくなっていく。どうしよう、ここに出るんだよな、確かな。この辺に出るんだよな。待機しよう。早すぎでしょ、あまりにもさ。あまりにも早すぎる。脱出用タイムマシンの整備が終わった。起動機の設置は諦め、脱出して構わない。青い光で示された場所に呼び出しビーコンがある。急いで向かってくれ。救難信号、救難信号。脱出用タイムマシンを呼んだ呼んだ。OK、 ナイス。早かったね、あいつ。あ、なるほど、国王瞬間移動持ってたんだ。ちなみに救難信号の速さ見たと、見たかな通常よりも鬼速いでしょ。これだから一人になっても逃げられる可能性があるんよね、タイムマシンで。国王張り付いとんなぁ。まあでもこれはね、正直4人残ってたじゃんか。だから誰か1人は死なないと助かんなかったわけよ。3人になってスーパータイムマシンの起動もない状態で3人にならないと、あのタイムマシン降りてこないんで、まあそれがあのスーパータイムマシン起動してそれを壊されるか、まあその2択でどっちかでタイムマシン降りてくるんだけど、まあ まあもうみんな死ぬの早かったよね。はい、まあまあ急な信号とね、ポッとちょっとね、見せられたかなと思うんで、まあ、今回は、ね、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。どうじゃ。